こんばんは。山形のロケ見てありがとうございます。そうなんです、山形に行ってきました。見てくださいました皆さん。鎌倉なんかあったかい、風がなくなるだけでだいぶね、あの寒さは軽減されますね。熊そば美味しかった、美味しかった、ぜひ食べてください。本当にね、私あのわらびが美味しくって、わらび好きすぎてずっとポリ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 って食べてた。これから ありがとうございます。これから見てください。仲良くもうはしゃいでましたね。もう行きの車の中とかもずっとなんかギャーギャー、ね、皆さん熊そばの隣にたくあんあったでしょ。ポリポリです。美味しかったんですよ熊そば。こんばんは。なんか話そうとしたんだよ。わらびって苦いの？あれはなんか塩漬けされてて、私漬物好きじゃないですか。それでもうなんかうわ美味しいって思ったんだけど、わらびって熊の肉どんな味？こういうこれが熊の肉の味ですっていうのは難しいんだけど、牛肉に近い味です。相方さん歯の矯正器具取れたみたい。そうなんですよ、そうなんですよ。それをわざ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 さ、ユーにさ動画で、ユーな矯正取れたよ、っていうやつを動画で送ってきたの。意味わかんないんだけど。わざわざハムスターまでやって。わらびよりたけのこです。たけのこマジで美味しいよね。たけのこの味噌汁一生飲んでられる。一番好きな山菜、タケノコって山菜？タケノコが山菜だったらタケノコが一番。タラの芽も好き。
山形編のボキさんの笑い声とどろいてました。だよね、ずっと笑ってたよね私。あの、なんで配信したかってさ、さっきの配信でさ、両席祈願してなかった。みんな明日来てくださる方、明日の公演、え、よく覚えてたね、カニラーメン。やる。おー、はいはいはいはーい。はーい。さっき言って昼の配信、そう。はいはいはい、カニラーメン、カニラーメン、カニラーメン。カニラーメン、カニラーメン。うわー。すごい、皆さん来てくださるありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さんがいい席になりますように。じゃあ明日楽しみにしてるね。楽しみに。もう体力が心配で心配で。頑張るぞ。19歳と9ヶ月頑張ります。日曜日の分は明日。そうだね、明日明日。さっきは、さっきね、あのね、コンビニでサラダチキンのスティックのやつを17本買ってきた。17本ってやばくない？なに？なに？17本だよ。サラダ買ったよ。今日のお昼ご飯用に、お昼ご飯、夕方ご飯用に。賞味期限はね、4月の10日ぐらいまであったの。8種類味があったので、全部全部2本ずつで、トマトチーズ1回食べたことある味だったので、
トマトチーズは絶対に美味しい確信があったので、トマトチーズだけ3本、合計17本、これから食べていきたいと思います。いや、絶対すぐなくなると思うんだよね。朝ごはん、昼ごはん、ちょっと小腹が空いた時のやつ、夜ごはん、これで1日4本消費するって考えたらさ、4日しか持たないんだけど、サラダチキン。レジで変に思われなかった？思われたと思う。一回止まったもん、店員さんの手が。何々が2点、何々が2点って。で、あとは昆布を3個と、家で鶏ハムとか蒸し鶏作るってのはなし、あり。なんならずっとやってたんですけど、でも味に飽きちゃうかもしれないし、外出先で食べれるっていうか、手軽に食べれるって考えたらコンビニのやつ。で、あと甘いものが食べたくなった時のためにリベラっていうチョコレート、なんか脂肪の吸収を抑えるチョコレートがあるんですけど、それを甘いものが食べたくなった時にちょっと3粒ぐらい食べるっていう考えでいる。念じてる、ずっと痩せろ痩せろ痩せろって。皆さん今何時？私さ、 iPad の充電切れちゃって、うわ、56分か、やばい、もう少しで終わってしまうね。リベラ俺も買った。あら、おそろっちですね。ありがとう、56分って。今、充電切れた。きっと明日も試供品の顔面になるね、私は。それでは壇上読むよ。よかった、私、良性期間で来て。13位新潟和さん、ありがとうございます。12位パックさん、ありがとうございます。11位電吉さん、ありがとうございます。10位矢部部さん、ありがとうございます。9位ひろいちさん、ありがとうございます。8位ラスチャイルドさん、ありがとうございます。7位としさん、ありがとうございます。6位しゅうさん、ありがとうございます。5位さとしおんさん、ありがとうございます。4位てっちゃん、ありがとうございます。5位、あ、じゃない、間違えた、なんで戻ってんの。3位音速の貴公子さん、ありがとうございます。2位片山さん、ありがとうございます。1位突破Qさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。明日楽しもうね。
おやすみ。ごきげんよう。バイバイ。バイバイ。